今回紹介するのは雪平りささんなのだ。1994年6月17日生まれ、164センチ、F カップ、AB 型、モデル、グラビアとして人気の雪平りささん。東京カレンダーの東京クールラバー2020に起用されて話題になったのだ。最近では週刊プレイボーイの表紙にも起用されている超売れっ子。ツイッターのフォロワーはなんと10万人を超える人気なのだ。そんな雪平りささんは愛知県のインテリア会社で3年間働いていたらしいのだ。事務も接客もこなす総合職的なポジションで働いていた。仕事にはやりがいもあり楽しさを感じていたが、ずっと同じ場所にいる退屈さも感じていたそう。そこで思い切って上京することに。決断力がすごすぎるのだ。上京してすぐレースクイーンの求人を自分で探して応募し、1年ほど活動していた。雪平りささんのスタイルからするとレースクイーンも納得なのだ。また趣味もゴルフや乗馬などなかなかのアクティブさ。ゴルフについてはベストスコアは96。2018年に雑誌の仕事でコンペに参加する際に練習したことから趣味となったが、負けず嫌いの性格ゆえに当時は週に3回くらい練習に通い、スコアが1年で100を切れたという。この負けず嫌いな性格がストイックに美しいスタイルを維持できる秘訣なのかもしれないのだ。2020年にはプラチナムプロダクションという事務所に所属することとなる。この事務所には七尾さんやトリンドル玲奈さんなど多くの有名人が所属している大手の事務所なのだ。2022年には初のソロ写真集とろけるが発売され、 Amazon 写真集売れ筋ランキングで第1位に輝く。そのおかげもあってフラジャパアワード2022ではグランプリを獲得したのだ。最近ではバラエティにも活躍の場を広げ、愛席食堂などの有名番組にも出演している。そんな雪平りささんだが、普段はマイペースで親しい友人から人の話を聞かないよねと言われることもあるという。また一人でよく映画館へ出かけ、仕事終わりにはパスタ屋や定食屋にも一人で入り、近所の魚の定食屋では男性客に混じって黙々と魚を食べているという。可愛いイメージとのギャップがすごいのだ。今回紹介するのは村島美優さんなのだ。1998年8月27日生まれ、157センチ、 F カップ、 B 型。村島美優さんは抜群のプロポーションで話題沸騰中のグラビアアイドルなのだ。胸が大きなグラビアアイドルは多いが、彼女は顔も可愛く、そして何よりダンスが抜群に上手。実はダンスボーカルグループチェルシーの元メンバーで、当時は美優という名前で活動していた。チェルシーは2016年に結成されたダンスボーカルグループで、2021年に解散してしまったが、そのグループの結成メンバーだったのだ。チェルシー所属当時はグループが注目されるきっかけになればとグラビア活動を始め頑張っていたものの、実はそれまでプライベートで競泳水着しか着たことがなく、母の水着を借りて宣材写真を撮ったこともあった。他にもグラビア撮影の際に上の水着を逆さまに着て1時間ぐらい気づかず撮り直しになったこともあるらしい。それゆえにグラビアにはあまり自信がなく、撮影自体は楽しかったが慣れない部分があり、胸が大きいのもコンプレックスだったそう。グラビアを休んでいる期間にファンからまたグラビアに出てほしいとの声を多くもらい、それに応えようと復帰した。現在では自分が輝ける場として前向きに捉えられるようになったという。その他にも B-Girls のキャンディースマイルのミュージックビデオにバックダンサーとして出演している。ダンスが上手いというレベルではなく本物のダンサーだったのだ。2017年の週刊プレイボーイでグラビアデビューを飾り、2018年のヤブラ姫2018ではグランプリまで獲得。人気は破竹の勢いでとどまることを知らないのだ。また2022年には集英社のデジタルコンテンツを対象としたグラビア賞レースグラジャパアワード2022にて最優秀新人賞とシュープレプラス賞を受賞し、グラジャパ史上初の2冠となった。これほどまでに大人気な村島美優さん、
今後の活躍にも期待しているのだ。今回紹介するのはしだねねさんなのだ。1998年7月15日生まれ、167センチ、 D カップ、 AB 型。今回はグラビア、タレントとして親しまれ、ねね丸の愛称で活躍するしだねねさん。高校卒業後は私立の成城大学の文芸学部、ヨーロッパ文化を専攻している。第一志望は慶応大学の文芸部でしたが、不合格で1年浪人し、この大学に進んだそう。大学では仕事もあることから、サークルには所属せず、仕事に邁進していたのだ。高校時代からモデルやタレントとして芸能活動を行っていたのだが、大学進学後は本格的にグラビアアイドルとして活動を開始しているのだ。グラビアデビューした際には中学、高校の友達からはたくさん連絡が来たが、大学の友達からは何もなく、気を使ってくれてるみたいとインタビューで語られているのだ。大学1年生の時には週刊朝日の表紙に採用され、その他の雑誌のグラビアも飾っている。大学3年生の頃には1年間ほど ZIP の静岡ウェザーのお天気キャスターに就任しているのだ。またお天気キャスターを務めたことがきっかけで気象予報士の勉強も始めたそうなのだ。新しいことを始めるのはすごいのだが、大学の授業中に先生の話を全く聞かずに気象予報士の試験勉強をしていたこともあったそう。お茶目なしだねねさんも可愛いのだ。インタビューでも芸能界で様々なことにチャレンジしたいと語っていて、その中でもモデルのお仕事やお天気キャスターに憧れているのだとか。将来はしっかり気象予報士の資格を取って、全国の皆さんにお天気を伝えられるようなキャスターになりたいと話していたのだ。現在ではハレコンや仮面ライダーギーツなどにも出演し、グラビアとして写真集も数多く発売されている。2022年には集英社のデジタルコンテンツを対象にしたグラジャパアワード2022で最優秀作品賞を受賞するなど、輝かしい成績を残している。そんなしだねねさんも可愛い一面があり、中学3年生の時にミスティーンジャパンで準グランプリを獲得しているのだが、このコンテストの面接がかなり怖かったそうなのだ。インタビューでは待合室にいた女の子たちの圧力がすごくて、何かされたわけではないが、ピリッと張り詰めた空気、そこから呼ばれて面接会場に入ると、今度は怖い大人が4人も座っていて、しだねねさんはプレッシャーに負けて泣いてしまったそうなのだ。中学生でこの経験は少しトラウマになってしまいそうだが、このコンテストがきっかけでフリーアナウンサーの生島ひろしさんが代表を務める生島企画に所属して芸能界入りをしているのだ。芸能界で幅広く活躍されているしだねねさん、今後の活躍にも期待なのだ。このチャンネルでは女優、モデル、アイドルを紹介していくので、皆さんにもっと見ていただきたいのだ。動画を見て可愛い、応援したいと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくなのだ。またこの人について知りたい、取り上げてほしいという方がいたら、ぜひぜひコメント欄に書いて言ってほしいのだ。それではまた次の動画で、ご視聴ありがとうなのだ。